メディアを再生する、板たび板たびとは、主に婦人や女の子が行う朝鮮の民族遊びの一つである。新年や伝統的な休日に行う。板たびの由来について正確な資料はないが、高麗時代には女性が馬乗り、激かさなど活発な運動をしたとされている。従って、高麗時代から板たびが開始されたものと推測される。 高い垣根の向こうに閉じ込められている獄中の夫を見ようとする妻が同じく罪人の妻を誘って板の上で交互に飛びながら夫の顔を見ようとしたことが始まりと言われている。また昔は家の外に出ることがめったに許されていなかった女性たちがこの遊びを発明して塀の外の世界や男性を伺ったことが始まりとも言われている。娘時代に板を走らなければ 嫁に行く赤ちゃんを産まない。年始に板飛びをすると一年の中で歌詞につかずに過ごすことができる。丈夫な板の中間に巻いた藁などを敷き、シーソーのようにして両側で飛び跳ねる。片側の人がジャンプして着地した反動でもう片側にいる人が高く飛ぶということを交互に繰り返す。踏み外したり板から落ちた方が負けとなる。ありがとうございます。